い、こんにちは、セナスケです。今回はですね、ガンプラの新製品を買いに行きたいと思います。いや、楽しみでね、今回買いに行くものは HG のダガー L というねモデルです。でね、このダガー L は今回ね、新規造形で初プラモデル化みたいですよ。はい、ということでね、楽しみだね。でも売ってるかな、めっちゃ人気で売り切れてる可能性あるよ。急いで行きましょう。でね、今日もねちょっと出るの遅かったので心配です。じゃあ行きましょう。はい、向かいますよ。眩しい、今日めっちゃ眩しいんだけど、すごいねいい天気なんですよ。もう青空でもう暑いですね。昨日ねちょっと寒かったんですけど、今日は暑いくらいですね。眩しいよ。今から買いに行く HG のダガー L はですね、シードデスティニーに登場する機体ですね。簡単組み立てっていうのが魅力なんですよ、きっと。楽しみです。はい、では買いに行ってみましょう。ああもうさすがに売り切れてないよね。買えるよね、手に入るよね。行きましょう。今までの流れがあるからちょっと怖いんだけど。嘘でしょ、売ってなかったんだけども、売り切れてたんだけども、あの今日はね確かに出るのは自分的にはね自分の予定よりは遅かったけど、そんなに遅くないよ時間は。本当にでも売り切れてましたねさあ次行くしかないね。やっぱり人気だね、すごいね。次行きましょう。気を取り直して次行きます。じゃあ行ってきますね。帰りにフラペチーノ飲みました。めっちゃ美味しいです、最高ですね。やっぱりはい皆さん、ただいま帰ってきました。外めっちゃ暑かったの、暑すぎたの、汗が止まらんの。結果ね、ダガー L 変えたかっていうと、変えたんですね。しっかりと購入することに成功したんですね。やった、めっちゃ嬉しい。かっこいいね。超かっこいいじゃないですか。シードデスティニーの機体ってさ、なんかこうキラキラしててすごいかっこいいですよね。ではね、ここからはこのね HG ダガー L の中身をね見てみたりとか、組み立てを楽しんで、そしてね完成させて、で組み上がった状態のダガー L をね、ちょっと動かしてみたりとかさ、ポーズつけてみたりとかして遊んでみて、で皆さんにね、あ、これはやっぱすごいキットだねっていう風な感想をねお伝えできたらいいなと思います。でね、今回のこの HG ダガー L はですね、様々な武装がついておりまして、ビームガンやシールドだったりとか、ビームサーベル付属しておりますので、武器をね持たせてかっこいいポーズをつけるっていうのもすごくねいいと思います。そしてね、可動域がねとても広いみたいです。可動域が広いので大迫力のポージングを楽しむことができます。背中にね HG の各種ストライカーパックを、装着することもできます。なのでね、ちょっと前にね発売されていた HG のウィンダムっていうのがね出てましたね。そのウィンダムの背中に飛行機みたいなのがついてるんですけど、そういうものをねこのダガー L の背中に装着するっていうことができます。で、他の HG のそのストライカーパックっていうのもつけることができるので、どういう組み合わせがかっこいいのかなとか考えてみて、そして実際に装着して、おーすっげーってなるのもすごい楽しめるんじゃないかなと思います。いいですよね。この機体はバックパックをねそのつけたりとかすることで多様な任務に対応できるっていう機体みたいですね。今回のね HG ダガー L はですね、バンダイさんのページを見たところ、簡単組み立てって書いてたんですよ。もうそれが私ねすごい気になってて、簡単組み立てか、どんな感じだろうって思ってるんですよ。パーツ数が少ないのかなーとかね、結構作りがシンプルなのにめっちゃかっこいい仕上がりになるみたいなね、エントリーグレード的な、なんかそういう風なね感じになってるのかとか、のランナーのねパーツの取り出しの順番がすごい分かりやすいのかとかね、勝手にいろいろ考えてるんですけど、はい、ではね開けてみたいと思います。箱を開けてみたらランナーはこんな感じになってます。なんかパッと見はね普通の HG にも見えるような、でもちょっとパーツが少なめにも見えるようなっていう感じですよね。ランナー数はですね、ちっちゃいのも合わせて1、2、3、4、5、6、7枚ですね。
ちょっとあれかな、やっぱパーツ数少ないような気もしますね。なので組みやすいんじゃないでしょうか。ではちょっと組んでいきたいと思いますね。はい、段々はこんな感じですね。パーツすごい綺麗、造形がすっごくねビシッとね尖っててかっこいいですね。色もとても綺麗だと思います。こんな感じですね。はい、では組み立てていきたいと思います。じゃあまずは A のランナーからパーツを切り出していくのかな。お、あ、わかった。ボディの組み立ては1個のランナーからわーっとパーツを取り出していく感じなんだね。わかりやすいやつだ、確かに。これはちょっとね、最後までこのパターンかわかんないんですけど、出だしのボディの組み立てに関してはほとんどね A ランナーでパーツは足りてますね。いけてますね。これありがたいですよね。いろんなランナーからね、一個一個一個ってパーツ取り出すのってすごく大変なので、一枚のね、決まったランナーからパーツをね、わーっと取り出せたら結構楽なんですよね。では、PC、ポリキャップ。ポリキャップ。ポリキャップ出していくぜ。たダー、早くも胴体できました。すごい早かったですよ。でもね、あのね、奥までしっかりはめ込めますって書いてるパーツの、はめ込むのがね、結構力いる感じで、難しかったなっていうところあったんですけど、やっぱり決まったランナーからパーツをね、割と取り出して、組み立てていくっていうのがすっごいね、組みやすいなと感じました。なので、スパッと、スピーディーに、ボディーはできましたよ。じゃあこの後も頑張っていきましょう。はい、ということで、なんだかんだサクッとねここまで完成しました。あとはねそれぞれのパーツを合わせて完成ということですね。かっこいいね、やっぱりね作りがとてもね細かくて綺麗でかっこいいと思います。美しいね。このウエストのキュッとなってる感じ私すごい好きですね。腰の部分にねサーベルついてるんですね。はい、こんな感じです。あとはね腕とか足とか頭とかを全部合わせて完成です。早かったです。足とか腕とか組み立ててみた感じはなんか普通の HG とそんなに変わらないかなっていうね感じがしました。でもここまで組んでみると結構組み上げ自体は早かったのでやっぱりパーツ数は少なかったんだよなっていう感じはしますね。やっぱりねこの機体って量産機なのでたくさんね、ダガー L を作りたい、組み立てたいっていう方がね、いらっしゃると思うということなので、組み立てを簡単な仕様にされたみたいですよ。でね、私ね、組んでてね、途中で気づいたんですけど、このキットね、シールついてないんですよ。すごないですか？シールがね、ついてないので、それだけね、色分けがしっかりとね、されてるキットだということなんですね。シールいらんぐらい色分けされててすごくないですか？ほら、こんな感じですよ。どうですか？めちゃかっこよくない？この色分けの多さ、素晴らしいなと思いますよね。やっぱりね、こう色分けがしっかりされているキットは、パチ組みしただけでね、とてもね、かっこよくなるので、やっぱりね、色分けしっかりされていると見栄えがね、とてもいいので、嬉しくなるよね、組み上がった後にね。もちろんね、完成した後に自分で、塗って色分けしていくっていうのもすごくね、楽しいんですけども、まあ、パッと組み上げた時にね、しっかりとね、バチッと決まってくれるのも嬉しいと思いますよね。よっしゃ、ここまで来た。あと足つけよう。足つけたらね、もうシュッとね、決まるんですよ。取れる。足めっちゃ綺麗ですね、このキット。お兄さん男前やな。やったー、できました。めちゃかっこよくない？てかスタイルいいね君、すごいね、かっこいいやん。モデルさんみたいやで素晴らしいですね。ちょっとね関節の動きっていうのが私気になるので動かしてみたいと思います。見てください、めちゃかっこよくないですか？すごいね。うわー、惚れ惚れします。この出来、背中もかっこいいです。このちょっと細身な感じがいいですね。気になる関節をちょっとね見てみようかなと思います。足の関節ちょっと見てみます。おお、すごい
安定感がめっちゃあるよ。そしてめっちゃ広い範囲動くね。確かに広範囲動くってなってましたからね。でここもしっかりとね、上までこう上がってくれるので、こうね、足をしっかり上まで上げて踏み込むみたいなことができるんですね。こういう感じね、できますね。はい。で、あのね、この関節の感じはね、あの RG のニューガンダムを思い出す感じです。硬さがね、すごい安定感ありますね。こう腕もそうですね、結構硬いんですよ。関節の動き自体は硬いんだけども硬すぎないので、本当にね、安定感が素晴らしいです。動かしやすい。そして全然ね、パーツもポロポロならない、落ちたりしないので、素晴らしい素晴らしい。もうこれにつきますね。素晴らしいにつきますね。これだとね、かなりこうやって腕を上げた時とか、こう腕をこう曲げた時とかの安定感がすごいあるので、ポージングもね、ブレずにできるんじゃないかなと思います。はい、とてもかっこいいです。ポーズつけてみました。いかがでしょうか。とてもかっこいいと思いません？このシールドもいいですね。そしてやっぱりね、色分けの多さっていうのがすっごくね、かっこいいなと思いました。とてもね、素晴らしい魅力的なキットですね。かっこいいな。こうやってね、ビームガン持ってただ仁王立ちしてるだけでとても様になります。かっこいい、かっこいいな。シールがついてないってやっぱりすごいことですよね。どんどん進化していってるんですね。すごいですね。はい、ということで今回は HG のダガー L をね、買ってきて、そして組み立ててみました。とてもかっこよくて素晴らしい。そしてね、関節の動きのね、評価が自分の中でめちゃくちゃ高いです。こんなに安定感のある関節、ありがとうございますという感じですね。素晴らしい、最高。発売されたばかりの HG ダガー L、 皆さんもね、買ってみて、組み立てて遊んでみてはいかがでしょうか。はい、じゃあ今回も見てくださってありがとうございました。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。そして高評価押していただけるととても嬉しいです。じゃあ今回はこの辺で、じゃあねー、またねー。